危ないけどスリル満点。バン！夜更けに獲物を探し求める。でも鉄砲忘れてきたわ。私はジャングルで一人ぼっち、ライオンに出会ったらどうしましょう。でも秘密の場所に帰れば、この秘密の場所にいれば。あれ？まだ名前も聞いていないのに。フランソワ・レジナルド、ランスロット・ハーマン。ハーマン？ハーマン・グレゴリー様が外国での勉学を終了させて無事独居くださった。それで王子様が舞踏会を催されるのかい？素晴らしいわ、王子様が舞踏会よ。王子様も二十歳になられた。それでお妃探しの舞踏会かもしれん。まあ、お妃様探しですって？外国留学をなさってからは少し王家にふさわしくない行動が多くなられました。わかったよ。ところで、あの外の騒ぎは何なんだ？あなた様が催される舞踏会のことで、国民たちが喜んで騒いでいるのでございますよ。私が催す舞踏会だと？そんなことは聞いてないぞ。お母上、女王陛下がお決めになったのでございます。母上が？はい。それにそろそろお妃様もお選びになりませんと。そのためにも舞踏会が。お妃、そんなことは自分で決める。そうは参りません。帰国されてから舞踏会の一つも催されないようでは王家の恥でございますでございますから、女王陛下があなた様に代わりすべてご用意なさいました。そんな舞踏会に私は出たくないな。そうは参りません。それが王子たる者の務めにございます。舞踏会を催すそうだぞ。お前が仕組んだな。可愛い息子の二十歳の誕生日のお祝いをしないわけにはいかないじゃありませんか。ご王太子殿下のクリストファルパート、ウィンダミア・ワーズ。メイジ、息子のフルネームぐらい全部知っとる父親なんだから。ご立派なお父様ですものね。何が言いたいんだね。ご立派なお父様ですものね。だってあの子の心配などしたことないんですもの。なぜ私が心配する必要がある？あの子が幸せじゃないから。どうしてそんなことがわかるのかね。あの子は何に対しても興味を示さないわ。誰に対しても。あの子は大丈夫、幸せだよ。もしそうなら、なぜ結婚しないんでしょう。もし幸せなら、どうして結婚するんだね。もう、ズボンをご覧なさい。五年の間に、どうしてこんなに太ったのかな。五年間にしたことといえば、太ることだけ。お互い様じゃ。この五年というもの、舞踏会も開催しないものだから、礼服もお召しにならなかったし、国民のために何一つしてあげてないわ。お祭り一つ、バザーの一つも、仮装行列も、国民に喜ばれることは何一つしていませんものね。ああ、でも
みんなは好いてくれているよ。ああ、ありゃりゃ。仕立て屋に新しい大きな服を作らせないとダメなようですわね。あの仕立て屋はダメだ。年寄りで目が悪い。何も見えんくせに金だけは取る。金金金、金がかかる。仕立て屋への支払いなど気になさることはありません。この度の舞踏会の費用をお聞きになったらびっくりどころか失神なさいますわ。なんだって明治、今そんな贅沢をしている時ではないぞ。国家の財政は乏しく余裕などないじゃないか。もう手遅れですわ。晩餐会のプランを報告するためにシェフと羊が外で待っています。晩餐会だって？その通り。晩餐会なしの舞踏会なんて胡椒なしの料理みたいじゃありませんか。なら私は胡椒なしで我慢するよ。さあ皆さんどうぞ。ここに入れるやつがあるか。ここ陛下、女陛下、最低限のリストをどうぞ。最低限のリストとは何のためじゃ。1500人のゲスト。すごい数。明治、そんなに大勢呼んだら国家の金庫は空になってしまうよ。そんなこといつまでもおっしゃるものではありません。サラダのために小エビを1000キロ。わお。バニーのために生地を500。やれやれ。500キロの興味を。500キロ。チョウザメもかわいそうに。もう注文済みです。レタスも5000キロ。小豚もローストのためにマシュマロが欲しい。必要ないわ。欲しい。なぜ？乾杯に。ダメです。よろしければワインをお選びください。我らの誇る最高の銘柄のワインを。国産のものがいい。黙ってお聞きなさい。シェリー、ニポルト、マスカテル、キメル、ヨードビー、ドライシャンパンにセイタマゼル、バーガンディにシャリー、お米にレブラメ、ホワイトワインにチョコレートミルク、ブランデーとミニウォッカ、純白で透明。国産のものがいい、国産のものがいい、国産のものがいい、国産のものとはビール。ビールバラ。この仕立て屋はダメだと言っただろう。いいえ、いいのです。あっち陛下、動かないでください。春光が黒になるから。これを。これ 2m、50cm、1m80cm。 Oh my god。クビ！リストラ！あちらでみんなでもっと飾り付けのことなど相談しましょう。